世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はシーズン中ではありますが、天色カードのピックアップガチャが来たということで、こちら引いてまいりました。僕がもともと2万 BM ぐらい溜まってたので、240連分回せるなっていうことで、課金とかはするつもりなかったんですけど、まあこの範囲でね、引けたら使っていこうかなっていう感じで引いてみたんですけど、結果で言うと180連で無事天色ピックアップカード2枚引くことができました。今回ピックアップ倍率は20倍とはいえ結構不安だったんですけど、180連で2枚っていう結果はかなり運がいいと思います。枚数で言うと周囲カウンターが2枚、近距離サイレントの方が1枚という感じでございました。とりあえずガチャ結果としてはこんな感じだったのですが、まあ実際にねこのカード使って試合の方をしてまいりましたので、このカードの使用感とか評価みたいなところを試合しながら話していければと思います。それではご覧ください、どうぞ。さあ早速試合の方やっていきましょうか。まず今回は周囲カウンターの方から使っていきたいと思います。キャラクターは芥川ですね。このカードね、周囲カウンターってことで近距離カウンターが入らない周囲適性のあるキャラに入るっていうことで、パッと思い浮かぶ相性の良さそうなキャラで言うと今使ってる芥川さんとかソーンですよね。その辺に入るかなということで芥川さん使っていきたいと思います。でこのカードの評価についてなんですけど、まあ悪くはないですね。やっぱり芥川さんとかソーンって今まで低耐久だけど近距離カウンターが入れられなかったっていう中で、今回周囲カウンターが出てきたことにより貫通連撃とかにね対応できるようになったっていうのは強いかなと思います。ただ一個気になるのはやっぱりステータスですよね。色もね赤色で工場勢としては悪くない色ですし、でなおかつね、まあ、イラストも超いいとそこは関係ないかもしれないけど強さにはね、そうなので使っててこうやってねこの並べててカードをテンションが上がるようなイラストはしてるんですけども、ステータスがねまあ言ってしまえばグラナードと一緒なんですよ。4突した時のステータスは違うと思いますけど、ステータスの並びですね、防御攻撃体力っていう順が一緒と。でこのステータスってことは、まあ、1個ね言えることがあって、これ確定ではないですけどおそらく絶対そうなるだろうなっていうのが1個あって、何かっていうとおそらくこの周囲カウンターはコラボで来るんですよ今後、もっと強いステータスで。これで間違いなく言えると思いますね。今回一回実装してみてこのカードの評価っていうかこのユーザーたちの評価っていうのをまず一回見てみて、でそれの声次第で今後ねコラボカードで間違いなくこれより強いステータスの周囲カウンターが来ると思うんで、まあガチでこの周囲カウンターを例えばソーンとか芥川とかねこの辺の周囲キャラでなおかつこのカウンターが入りそうなキャラを使ってくっていう人に関してはちょっとこれ様子を見てもいいのかなっていう気はしますね。まあ今回とりあえず凸とか狙わず回収できたら、まあ、1枚取っておいて、でその使用感とか見てみて、であやっぱ使えるな強いなって思ったらコラボで取るみたいな、もうコラボで来るような前提になってるけど、いやもう間違いなく来ると思うんだよねこれに関しては。コラボで来そうっていうもう一個の根拠としてはこの周囲カウンターって複数枚あっても別に環境壊れないじゃないですか。例えば今2枚目のキテルちゃんをコラボで出そうって言ったら環境壊れると思うけど、別にこの周囲カウンターが2枚3枚って増えたところで別にねこのカードを複数枚積むキャラとかってそうそういないですし、大会とかでねこれが複数枚積まれたところで別にそんな試合に影響はないと思うんで来るかなっていう予想ですね。まあまあいろいろ話してきましたけど、少なくともねやっぱ今まで入れづらかったソーンとか芥川さんとかにこの周囲カウンター入れて貫通メタれるようになったっていうのはすごくいいことなのかなと思いますね。はい、こことかカウンター綺麗に決まったシーンですね。はい、さあカウンターで受けて最後は UR デオンでしばいていくと。そう、ただ間違いなく芥川さんとかに言えるのは今ねお相手の方近距離カウンター入れてましたけど、それ入れるぐらいだったら今後は周囲カウンター入れた方が強いっていうのは間違いないと思います。ただね他キャラで例えばレムとかあの辺にこのカウンターを入れるかっていうと、レムは近距離特性もあるからだったら普通のカウンターでいいかなみたいな、ちょっとそこはね難しいところではありますが、
ひとまず周囲カウンターの評価についてはこんな感じです。それでは次ね、もう一枚の近距離サイレントの方を使っていきたいと思います。さあマッチングしました。ステージは光と闇のライブステージですね。次はジャンヌ使っていきます。でカードはもう一枚の方の今回のピックアップカード近距離サイレントですね、こちら使っていきたいと思います。でまあこのカードの評価に関してなんですけど、僕はこっちのカードの評価の方が高くて、もう一枚ねさっき使ってきた周囲カウンターの方ですね、あれが完全に新効果っていうことで結構ねあっちに注目が集まってるのかもわかんないですけど、うん、個人的に使えるのはこっちかなと思います。でこのカードステータスが体力一極なんですよね。アンジュみたいなステータスしてるんですよ。だからこういうジャンヌだったりとか耐久タンク、まあ、耐久色ですよね、スプリンターとかでもいいですし、その辺とすごく相性がいいんですよね。まあ今即得されましたけどまあこれはまあしゃあないとこありますね。さすがに火力キャラ2枚いてグスタフいてなんでね、まあ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 とりあえずちょっと気を取り直して解説に戻りますと、そうなんですよね。だからそれこそ今ジャンヌ使ってるけどボイドとかでもいいだろうし、あと今だったらアツシ君とかだよね。まあアツシ君結構キル寄りのデッキも多いですけど、ちょっと近距離サイレントと例えばワキニャンとかね、あの辺入れてサポート型のアツシ君とかも全然ありだと思いますし、このステータスがねすごく優秀なんで、このカードに関してはかなり可能性感じますね。でクールタイムを21秒って早いんですよ。で同じカードでコラボカードのネカリですね、ストリートファイターコラボのあるんですけど、まあ持ってる人少ないだろうし、突してる人なんてねほとんどいないだろうし、あっちはねステータスで言うと攻撃体力より、まあだからレンジみたいなステータスですよね。なんですけどこのカードと相性がいいキャラで言うと体力持った方がねいいキャラの方が多いと思うんで、ステータスの相性的にはもちろんですけど、単純なカードの入手のしやすさとかね、その辺も含めて今回のピックアップカードの方が優秀なんじゃないかなと思いますね。絵もこっちの方がねいいしねそれは好みか。で今ってさ、なんか HS 環境に戻りつつあるっていうか、なんかそれこそさデズとかすごい増えてるんですよ以前より。だから HS でまくるっていう試合展開が増えてくると、もちろんね旗とか専門桜みたいな HS 吸収でどうにかするっていうのも一つ手ですけど、サイレントもね一つのメタなんですよね。それこそこの近距離サイレント13秒サイレントしますからね。だからこの13秒間は何もできないですし、他の近距離系の妨害カードに比べてもクールタイムもね圧倒的に早いっていうことで、ポンポン打てるっていうのも強みですし、かなり環境的にも刺さるんじゃないかなと思います。てかね話変わるけど、これ相手のグスタフの方は放置してるんですよね。いやね放置はあかんましてやスプタンってどうしてもこう自分で試合動かせないじゃないですか、キルがなかなか取れないんでね。だから本当に味方頼りになるんですよ。だからこそ味方のために頑張って動かないといけない。だって僕がこの試合勝てそうなのも味方のレイヤとカイの方がキル取って試合動かしてくれてるからですからね。だから正直自分の思った通りにね味方が動いてくれなくて噛み合わなくてイライラするっていうのもすげえわかるんだけど、まあやっぱ最後まで戦い抜いてほしいなっていう。まあまあ残りの秒数的にね、まあもうこれはもう広がりきってラスト C 取って勝ちという感じでしょうかね。まあまあまあ最後ちょっと脱線してしまいましたが、今回のねまとめに入っていきましょうか。今回のピックアップカードですが、まあ2枚ともすごく優秀なカードだと思います。なので今回回すっていうのも選択肢の一つとして全然ありかなと思います。20倍の恩恵ね少なくとも自分は感じられたので、自分はかなり上振れてる方だと思いますけど、20倍ピックアップっていうのはねこの先一切来ないので、今回ね甘い色カード欲しいっていう方は今回回すしかないですからね。で振り返りとしては、1枚目に紹介した周囲カウンターの方はもちろん強いんですけど、もしかしたら今後これより強いステータスでコラボで来るかもしれませんよということと、2枚目に紹介した近距離サイレントの方は地味ですけど実は結構強いんじゃないかっていう話でございます。スプリンタータンクとかね、結構耐久サポート寄りのキャラ使ってる方にとっては使いやすいカードだと思いますので、ぜひぜひ使ってみてください。まあこの2枚まだ僕も本当に使いたてなので、いろいろ使ってみて、あこういう使い方強いなみたいなのあったらまた動画で紹介したいと思います。皆さんもねこの2枚のカード持ってるよ、ゲットしたよっていう方はね、このキャラに積んだら強いよとか、こういうデッキで
使ったら強かったですみたいな、もしあったら教えてください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。シーズン残りも頑張っていきましょう。じゃあね、バイビー。